3本目がまでがうちの山なんやけど広角でわかるかなこうなったら見えるか。あの山に入っていきます。わあ、到着したけどものすごいことなっとんな。なんじゃこりゃ、ボロボロや。はい、到着。さあ、設営していきたいと思います。なんせ自宅の庭なんでね庭というか、庭なんでね共商スペースですわ。とりあえずこんな感じで設営できてます。こんだけだったらいいでしょ、とりあえずは。これで十分かと思う。あ、なんか出てきたさあ、これでちょっと竹つけよう。あ、食べよう。一応食べたらダメ。これだけ。よし、これで。火力強すぎ火を燃えるわ。よし、チャークロスの作り準備してみます。炭酸せんべいなんか家に怒ってた。これを炭化させます。え、入っておいで。うわ、それこれで多分火が安定すると思うので、炭酸せんべいそのガスが燃えとるね。おお、いい感じで燃えとるやん。ろうそくみたいやけど楽しみだ。よいしょ。ちょっと明るくなったな。よし、できた。チャークロス、よしよし、これだけできれば十分や。上の方はなんか炭化してなかったけど、
まあ、こう使えるのはこう全部使えるから、これで完璧できました。地産地消、何も持ってこへんかったから。チューリップ作って食べたいと思います。多分ワンズが全部食うと思うけど。完成。よし、これを焼いていこう。
し。ダッシュ、今ビーチおいで、こっちおいで。ダッシュ、よく食べて。あ、おいで、こっち。ビーチおいで。はい、行くよ。で、いいでほら行くよ。よいしょ、こっちに、ここになってたの。行くよ。ほら、ラッシュ、はい、せーの、はい、どうぞ。ゆっくり食べて。お宝の山だね。整備されてない森はすごいよ。作業終了。お茶でも飲んで帰りたいところだが、ワンズがな、待たせてんねん、車の中で。2時間が限界かな。なので、帰りたいと思います。ああ、もっと痛いね。ここでキャンプしたい。最高やろな。今日は1月の7日、七草粥を作りたいと思います。セリナズナ五行箱べら鈴な鈴代仏の座。
多分もうできたと思うので蓋オープンよ。お、炊き上がっとる。ほら、よしよし、こんな感じ。もう食べてる。いただきます。おー、美味しそう。もうちょいかな。食べてみる。もうストンプやな。はい、だいぶ片付いてきました。さあ、はい、だいぶ片付いてきました。さあ、あとちょっと頑張るぞ。はい、綺麗に片付きました。ほな、帰りましょう。お疲れ様でした。最高やな、河原。ビーシュー、こっちおいで。ビーシュー、おいで。あ、おいで。ビーシュー、おいで、ほら。おいで。上がっといて、ほら。